はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。フューリーワールド、やっていきましょう。よろしくお願いします。さて、パタンパタン島に来ましたね。ここはさっき今チラッと見えたように、この猫洞穴をすべて落とせっていうエリアらしい。で、まあそれはそうだけど、確かこの側面にさ、側面に確かチップが見えたよね、ここ。多分これさ、エリア的にはかなり序盤に来るべきエリアだったんだろうね。ちょっと俺が見逃してただけで。実は結構序盤に来るべきエリアだったってこともあって、多分ね、ここのね、チップはそんなにむずくはないと思うよ。はい。これが3枚目、4枚目か。おー、夜になった。夜になっちまった。ちょっと待って。猫が、今俺の目の前で闇落ちした。このビームをとりあえず避けて。待って。闇落ち猫、とりあえず、俺は仲間だよ。わあ！攻撃してくるんじゃん、こいつら。嘘だろ。それは聞いてないって。もう一回。ありがとう。ちなみにこれさ、ここで攻撃はできたり？ほい。あ、攻撃は一応できないことはないか。おら。え、これで、無力化はできるんか。こう叩き続けることで正気に戻したりは無理なんか。そっか。おい、目を覚ませみたいなさ、あの気合のビンタみたいなのは残念ながらできないみたいな。え、これ何これ。あー、ぶねー。よし、オッケー。さて、じゃあここ叩いたら、おー、ここに社員じゃないチップがあって、なんかなんやかんやビームからも身を守ることができて、で、朝になったと。オッケー。なんとか安全確保。よし。さて、これで3枚目、4枚目、5枚目のチップをゲットと。じゃあ、1枚目はこの正面から入ったとこにあったりするのかな？オッケー。で、こっからの、よし、オッケー。おっと？こいつが猫洞穴か？こいつらをすべて倒せってことか？ちなみにこれさ、ポンってやったら、あ、ポンでは倒せないんだ、これ。ポンでは倒せない。じゃあ、ここで、うわぁ！ちょ。待って。あれか。このコースってこんな感じ。こう、あ、オッケー。ジャンプすることに、このオンオフが、オンオフ？赤と青が切り替わるって感じだね。ってことは、ここをおびき寄せて、ほいと。オッケー。こうだね。分かってきたぞ。で、こっからの、よくでしょ。ほいと。よし、オッケー。で、あと一匹。あと一匹が、あれ？もうこれで全部倒したんだ。あ、一石二鳥だったんだ、さっきの。一回の石で二匹の鳥を落とすみたいな。一回のジャンプで二体のドンケツを倒してたみたいだね。オッケー。キャット社員ゲット。猫ドンケツをすべて落とせ。さて、それはそうと、チップがここには一枚もなかったぞ。どういうことだ？もしかしてもっとこっち側に、あ、あった。これどうにかして取れないかな。ほっ！うわぁ！あ、取れた。よかった。さて、あと1枚、2枚目のチップか。それはどこにあるんだ？ 2 枚目のチップは。ちょっと待ってくれよ。2枚目のチップってことは、この1枚目よりも奥で、3、4、5枚目よりも手前。ってことは、多分このフィールドのどっかにあってもおかしくないよな、これ。フィールドのどっかとか、灯台の裏側とかあった。よし、オッケー。これで、猫チップを5枚集めて、キャット社員、猫社員チップを5枚集めろ。やったぜ。さあ、そういえばこの灯台の中に入るとなんか情報があったりするのかな。お、ここで灯台からもうちょっとお知らせです。ストックした変身アイテムは上を押すと選んで使えます。うん、定期的に使ってます。また、上を長押しするとすぐに使うこともできます。なるほどね。例えば、これ今、猫じゃなくてファイヤー使いたいときは、こう上押して、こう右左でこう合わせてファイヤーで A を押したらこうなって、で、例えばだけど、どうしようか。こう、上長押しすれば、すぐファイヤー来てくれて、なるほどね、オッケー。じゃ、ちょっと猫に戻して、オッケー。おっと、あ、そういえばこれさ、序盤の頃にさ、これどうやって取るんだみたいなこと言ってなかったっけ、こいつ。こいつ。よくいしょ、オッケー。こう、叩いて、オッケー。で、これで、よいしょ。よし、オッケー。で、社員ゲット。これはどこの社員だ？回して、登って、ゲットだにゃー！やったぜ！で、この猫猫島のカゴの鍵ってそういえばまだクリアできてないんだよな。カゴの鍵ってどこにあるんだ？これ。これ、例えばちょっとこれアシストをフル活用するとか。アシストでさ、鍵必須だったりする？よいしょ。ちょっとこっちお願い。
ここになんかあったりするかな。これは土管？何それ。これ入ってみるか。うわー、宝物庫だ、宝物庫だ、イエーイイエーイ、おっかねえ持ち、おっかねえ持ち。スターが出てきた、スターが消えた、スターが消えた。スターはすぐ現れて消えるもの。そう、パパラッチのように。どういうことだ、ごめん、ちょっと自分で言ってて意味わからんかった。ちょっと次はもうちょいまともなトークができるように頑張ります。さて、なんでもってここなんだよな。あれ、そういえばあのスイッチって押したっけ。このスイッチ俺押した記憶ないんだよな。このスイッチちょっと跳ねろ、チクタクアスレチック、ほい、押してみよう。ここ押すとチクタクアスレチックはでき、お、これ制限時間は20秒。めちゃくちゃ短くない？なんかコースの広さの割に。で、こっちか、この足跡の位置的に、よいしょ。で、うわー、落ちた。これちょっと仕切り直しだな。危ねえ危ねえ、お前危ねえんだよ。ほっ、さあこっから20秒、行くぜ。とりあえず考えろ。ここはまずまっすぐ進みます。まっすぐ進みます。で、ここビョンっていきます、ビョンっていきます。オッケーオッケーオッケー。んでもってビョンっていきます、ほい。で、壁登りで、ビョンっていきます、壁登り、オッケー。これはいけたっしょ、オッケー、よし、ナイス、クリア。キャットシャインゲット、跳ねろ、チクタクアスリチック。さて、ここってここは情報、あー、手に入った。なんだ、アミーボが使えます。ごめんなさい、ちょっとこれは俺にあんま関係ない話だったな。俺アミーボ一体も持ってないんだよな、お金ないから。さて、ここのチップはもう取ってる。あ、ここなんか見覚えあるね。ビョンビョン島ってこれか。なるほどね。オッケー。ってことはこっちをさ、こっちを逆走していくことでさ、このチップって何枚目のチップだったっけ。ちょっとここでさ、チップ探ししようぜ、これ最後に。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。さあ、確かここさ、そういえばチップなかったっけ。あったあったあった。裏面か。どうやって取るんだ、もう裏面のチップ。危ねえ。よし、セーフ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 。ここにあって、ここビヨンってすればなんとかいけるか。ビヨン。危ねえ。ほい。よし、オッケー。にゃん。ミスった。俺はそうじゃなくて、ビヨンって、ビヨンじゃなくて、猫ダイブをするつもりだったんだけどな。これ何これ、これ。これさ、この裏にさ、チップとかないかな。まさかないよな。これあったら、このビョンビョン島に似つかわしくない難易度だぜ、これ。と思ったんだけど、ちょっとね、録画時間が長くなってきたんでね、今回この辺で終わりにしたいと思います。動画が良かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。